おはようございます。はい、ということでね、まあこうやって挨拶をしているということは、今回は男子3人にドッキリ仕掛けていきたいと思います。イエーイ。実は今回みんなでポケモンの新作ポケットモンスターソードシールドを実況していくんですけども、そのゲームではポケモンがダイマックスする、つまり巨大化します。なので今回は私の髪の毛の量が増えて頭が巨大化するドッキリをしていきたいと思います。今回はですね、部分カツラみたいなのを何個か用意したので、ゲームの実況中に少しずつそのカツラを増やしていって、私の髪の毛の量が増えて頭が大きくなったら男子は気づくのかどうか検証していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで今から冒頭を撮るんですけど、冒頭の時に早速1段階目いきたいと思います。1段階目はこちらですね。これで前髪の部分カツラらしいので、これつけていきます。まあこれまだボリューム少ないので多分バレないと思います。はい、ということでつけました。やばい、ね、髪の色と合いすぎてね、全くね違和感がない。こんな感じでまず1段階目冒頭撮っていきたいと思います。せーの、ダイマックスポケモン。せーの、ダイマックスポケモン。ちょっとおかしい人いたぞ今。ダイマックスダイマックスね。ダイマックスポケモン4人で倒してみたー。イエーイ。アクソッチョチです。りっちゃんです。サリオレ、ロケンです。ロビンです。はい、というわけで今回はですね、11月15日に発売されたポケットモンスターソードシールドを4人で協力プレイしていきたいと思います。イエーイ。で、今回のポケモンはですね、なんと巨大化しちゃうんです。しかも4人で協力して倒せるということで、うん、4人で協力してプレイしていきたいと思います。いやー、すごいね、巨大化するんだ。はい、そうなんです。ということで早速ですね、どんなゲームかをね、僕がプレイしていきたいと思います。それではやってみよう。はい、ということで1段階目冒頭取り終わりました。全く気づかれませんでした。ということで2段階目いきたいと思います。ちょっと急がないと。このね、長いふさふさの髪の毛つけて、で、ちょっと長すぎてバレちゃうんで切っていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとここがね、不自然な感じだけど、ちょっとこれあえてね、バレない気がする。で、ここね、で、結構髪の色もね、馴染んでる。これです、これ。上から見るとね、ちょっとバレちゃうかもしれないけど、これね、ちょっと2段階目やっていきたいと思います。じゃあ、りっちゃんいないから始めちゃおうか。そうだね、やっちゃおうか。うん、そういうプログラミングになってるんですかね。うん、そうなんです。はい、よいしょ。あなたの写真の色になってます。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、で、主人公をね、まず選んでいきましょうかね。うん、ヨッチに似ているキャラクターがいないな。あ、だから全部イケメンすぎるんだよな。そう、俺がかっこよすぎるから、こいないのよね。違う違う違う、キャラクターがかっこよすぎる。そう、マジで。うん、うそ。じゃあちょっと試しにヨッチメガネ取ってもらって、うん、いないね。いないね。さあ、これが主人公の家。うん、でもさ、なんかだいたいこういう感じの家から始まるよ。うん、うん、そこは変わんないんだね。ちょっと画面がでかいの嬉しいよね、マジで。ねえ、お邪魔しまーす。女？いや、男の子だね。お邪魔しまーす。おう、ゆっち、それおにゅうのスマホか。あ、スマホでかったんだ。おにゅうか、兄貴の一番マッチ見たか。くせるか。兄貴の応援はビシッとリザードンポーズを決めるんだぞ。よっちも来いよ。お前、兄貴チャンピオンだったのか知らなかったぜって言ってるよ、今これ。きっとプレゼントもらえるからバッグを忘れるんじゃないぞ。ホップを抜かしてろ。お、見て見て、バタフリーいる。おー、すごい。めちゃめちゃ綺麗やね。奥の方までてか、奥のポケモンセンターあるぞ。あ、ほんとほんと、ちゃんと見えるんだ。すごいね、この奥行きが。ね、遠くまで見えるんだね。若いね。すごいな。さあ、これからポケモンもらえると。兄貴、約束のプレゼントは俺とうちにポケモンくれるんだろ。最強のチャンピオンから最高の贈り物。なになになに。素敵なポケモンたちによるご機嫌なアピールタイムだ。アピールタイム。なになに。どうだね。お、あ、あ、来た。来た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 。おお。来たね。サルノリ。ヒバリ。メッソン。ええ、可愛い。ええ、可愛い。おお。可愛い。アピールタイム。あ、
なるほどね。こんなのできるよって。あ、ここで。あ、かわいい。ヒーラーで走ってて ね、うん、おー、やるやる。これは草タイプ。うん、木の実食べるのか。あ、かわいい。かわいい。めっちゃ可愛いけど。あ、やばいやばい、ダメダメダメ。あー、あ、びっくりしちゃったね。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。かわいかった。え、かわいい。かわいいな、これ。え、みんなかわいいね。オッケー、みんな撮って。めっちゃ可愛いやん、ね、誰を選ぶんだ。なるほど、こっから選ぶのね。先に選んでいいぞ。俺にはウールーもいるからな。なるほど、優しいの。優しいね。いやー、これ迷いどころですか。いや、もうでも全員可愛い。可愛いね。そうですね、よっちのシンパシーを感じる。いや、これ選べないよ、これ。可愛すぎる。よし、決めるぞ。お、俺はメッソにする。あー、かわいい。メッソ、さあ、めっちゃかわいいよ。メッソにするで。え、かわいい。メッソか、いいセンスだぞ。じゃあ俺のパートナーはヒバニー、お前だぞ。俺はチャンピオンを目指してるから、お前もビシビシ鍛えるぞ。えぇ、おー、ヒバニー。さあ、バトルかな、次は。そういう翌日でした。さあ、お、相棒のポケモンと長い夜を過ごすんだ。過ごしたんだ。そう、過ごしたんだ。ねえ、目悪いよ。大事なパートナーへの愛と理解は浮かばったよな。よし、だったらヨッチも今から俺のライバルだ。絶対に負けないぞ。心から大事にするんだ。さあ、ポケモンのバトルだ。それでこそポケモンの強さを試す技を、強さを示す技を選べるし。さあ、ポケモンバトル来ましたね。決まったね。うん、よし、ポケモンもトレーナーも乗ってるよな。さあ、始めようぜ。来た、始めたね。さあ、来ました、ポケモンバトル。さあ、今回はどんなパワーアップを。さあ、仕掛けてきました。いや、チャンピオン、チャンピオン出てくるじゃん。さあ、効果抜群だけども、ね、やっちゃっていい。いきなり、水っぽいっちゃおう。いきますよ。うん、来る。いけ。メッソン、水タッフ。おー、効果抜群。さすがに耐えるから。お、なんか演出すごい。タイプにも有利不利をすでに分かっているというのか。くそ、俺が本で読んだこと。基本だよ、基本。いくぞ。俺しか知らないと思ってた。とどめ、水ポーン。いけ、おー、効果抜群。やりました。すごいじゃん、よっち。やった、メッソンのおかげだ。よいしょ、レベルアップ。また、また、早いね、レベルアップ。いいね、いいね、調子上がるね。兄貴、俺はもっともっと強くなりたい。ポケモンジムに挑ませてくれ。もう？なるほど、ガル地方最大のイベント、ジムチャレンジに参加したい。そういうのがあるんだ。分かった、2人とももっとポケモンに詳しくなる。ああ、確かにな。ちょっと待って。特にうち、君はポケモン図鑑を手に入れる。出ました、ポケモン図鑑。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなども分かる。確かに、まだ持ってない。ちなみにポケモン図鑑に詰まっているのはデータではなく、なんだ、愛と情熱なんだぜ。あ、そういうこと言っちゃう人ね。熱いね。よし、よし、ポケモン図鑑をもらうならポケモン研究所だ。ああ、お前が行くのは紫の屋根、あれが ポケモン研究所だ。確かにね。結局草むら、あ、ああ、ポケモン出ちゃってるよ。出ちゃってたね。ね、見えるの。見た今。いたいたいた、うん、もう一体いたもんね。ね、おお、レベル。あ、待って、もう捕まえるんじゃん、これ。え、でも持ってるの、モンスターボール。持ってる。え、あ、エクスボックス、ほらほらほら、え、ほら、ほら、捕まえるんじゃん。マジで、捕まえよう。やば、よっしゃ、欲しがり捕まえるわ。うわー、いいね。いける、どこでする。おいー、やったー、初じゃん、ゲット。やったポケモンゲットしました。こうやってね、図鑑を完成させていくわけですよ。なるほどね、はい、手持ちに加わりました、新たな仲間が。そう、すごいところ、もう博士いるやん、絶対ここ。あ、帽子かぶって。お、誰、もうダンデ君、今日は何、なんで、あれ、女の子、そんな感じ。やだ、まだ見る最強のポケモンを知りたいとか。無茶やめてほしいんだけど。君、ポケモンに詳しいの。いや、始めたばっかですけど。はい、お、いいじゃない。ではポケモン図鑑をスマホロトムで。
なるほど。使えるようにしてあげるよ。おー、アップデートというやつですか。はいはいはい、はい、アプリ入れるんかな。ね、うん、おー、ポケモン図鑑手に入れた。ちなみにポケモン図鑑は私からおばさまへのプレゼントだったりするんです。ポケモン図鑑を受け取ったことはおばさまに伝えといてあるよ。うん、おばさまだったら2番道路の先にいるから。私はマグノリア、ようこそ若いトレーナーポチュ。ソニアから受け取ったポケモン図鑑、あなたの手で完成させてくださいね。マグノリア博士はダイマックスの研究をなされているので、ダイマックスを使いこなすには知識も必要だからね。ねえねえ、博士からも兄貴に頼んでよ、ジムチャレンジ推薦しろって。すっごい若くよし、わかった、二人とも俺が推薦せざるを得ない。素晴らしい勝負を見せるんだ。おい、やっち、推薦状をもらうために俺と戦ってくれよ。また負けたいのか俺に。何これ、勝った方がもらえるの。えいや、次なんだ、姫にさ。よっしゃ、勝った。負けてがっかりしてるけど、さすが俺のライバルだ。いや、怒ってる。ちゃんちゃんの推薦状、お前らに渡すしかないぜ。じゃあこれでジムチャレンジ。ああ。お前と競い合ってさ、お互いのポケモンを鍛えるんだ。ああ。なんだあれ。なんだその昭和なリアクションは。何、流れ星。おお、願い事。え、地下。あ、押していいだ。地下。なに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 、地下。地下も立つ、地下も立つ。なになに、願い星。え、なになになに。ガラル地方で見つかる不思議なパワーを秘めている石、拾うと願いが叶うとも言われている。チャンピオンにしてくれ。願い星があれば俺のポケモンもダイマックス。あ、ダイマックスすぎるの。ここでできるんだ。でっかくなるぞ。マジで、え、ダイマックスできるのもう。願い星は未知のパワーを秘めている不思議な石。怒られるよ。いわばガラル地方の宝物。うん、ただそのままでは使えません。私に預けてごらん。おお、博士やってくれるんだから。そうだよ、博士はダイマックスの研究家。俺とヨッチにもダイマックスの力をくれよな。はい、朝、冒険の始まりだ。おはよう、若き挑戦者たち。ヨッチ、ホップ、これをお持ちなさい。おお、もう作ったら早くね。え、マジで。もう早くね。そんな手軽で作れるもんなのこれ。作ってるー。よっちはマグノリア博士よりもらったダイマックスバンドを身につけた。お、兄貴と同じだぞ。これでダイマックスできるぞ。すげえじゃん。おやおや、焦らないで。ポケモンをダイマックス巨大化させるにはいろいろ条件があるの。え、マジで。何。あなたたちポケモン図鑑のページを埋めるためにもいろんなところへ赴いて様々なポケモンに会うのですよ。およし、俺の伝説がいよいよ始まるぞ。ってことは何、ポケモン図鑑埋めないと使えないってこと。よっち、駅まで競争だぞ。例えば進化してないとダメとかさ、あんじゃない。うんうん、そういうことか。最大志向さ、ほんと、声出しすぎて。あ、そうだ、それだ。ちょっと図鑑見ていろんな駅があるから。あ、図鑑って図鑑どうなってるかな、今。結構また。なにこれ、どういうこと。え、なにこれ、どういうことこれ。そこにいるよってこと。あ、え、そういうこと。違う、うん、今のおすすめはこいつだ。あ、おすすめとか。あ、おすすめ出るんだ。捕まえたポケモン5匹、見つけた8。あ、来ました。お、こういう感じ。こういう感じだよね。はい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 。あー、なるほど。出会ったことがあるやつと、ね、捕まえたことあるやつって感じか。分布とか動きとか鳴き声とか。あー、できるね。細かく見れるんだね。かわいい。おー、かわいいね。なるほど。よっち、俺のワクワクがどんどんスピードアップしてるぞ。おぉ、よーし、出発。うわぁ、現代だなぁ。エンジンシティの周りにはワイルドエリアが広がっているぞ。ワイルドエリアはすごい、いろんなポケモンが歩き回っているんだ。怖っ。他にもキャンプをしたり、釣りもできたりとワクワクすると。すごい、すごいキャンプ、おしゃれ。すごいね。キャンプできるの。キャンプ、料理で電車楽しいだろうな。さあ、すごい、どういうこと、うん、見ろよ。はい、見えてます。うわー、すげー。え、ここにポケモンいんのじゃない。ここいっぱいいるんじゃない。へー、向こうに見えるのがエンジンシティだぞ。あそこに行くまでどれだけのポケモンに出会えるんだろうな。なんだ、ソニアじゃん。いやー、すごいな、ついてきたんかいね。ワールドエリアのあちこちで赤いオーラが見つかるの。うん、自信があれば調べなよ。ダイマックスポケモンがいるからね。おぉ、え、ガーディンおるやん。捕まえるよ、ガーディン。うんうん、あー、かわいい、かわいい。
すごい。え、かわいい。え、自分からじゃない？なんだろう。すごいね。すごい。どうする？どっち選ぶ？どっち選ぶ？どっち？どっち？じゃあこっちにしようか。すごい。すごい。これかわいいね。ちゃんとさ、手前で止まるんだよ、こうやって。やったな、お前。ミサポー！いけ。あー！おー、ガーディー、一応くれ。こっちもレベル高いのにね。すげえな、おい。もう一回いけそうだな、これ。捕まえたい、捕まえたい。麻痺とかさせたら捕まえやすいんだけどな。そうやね。あー、そっか。状態じゃん、ね。そう。使えるやつだ、ほら、あんまりない。捕まってくれ。どうだ？うん？いけたー！どうー！捕まえたー！やったぜ！いいじゃん。よっしゃ。いろんな種類のポケモンいるな、本当にね。お、え、なんだ？でかい、でかい、でかい、でかい。もっといろんなのがいる。絶対強いだろ、お前。絶対強いだろ、お前。100%強い。カズラのやつは自分から来ないんだね。うん。なんか。あ、確かに来ないね。わー、相手にしてくる。ちょっとね、まだ倒せなさそうな気がする。え、ちょっと覗いてみる。覗いちゃう？うんうんうん。ポケモンの巣、ワイルドエリアで赤い光が立っているところにはポケモンの巣があります。おー、巣にはダイマックスポケモンが潜んでいて、調べることで1人でも4人でも戦えます。あー、じゃあここでやっとやっと来ましたね。これ4人バトル来ましたよ、これ。なるほど。上手に。やりたい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 。じゃあこれみんなでやる？やりたいやりたい、やろう、やりたいやりたい、やろうやろう。じゃあレイズバトルやろう。うん、よっしゃ。はい、ということで、これ耳かけないとやばいな。第2段階全くバレませんでした。まあでもね、これね、多分みんなから見て逆側の紙だったので、今度はこれ同じやつがあるので、同じやつをこっち側につけて、で最後みんなでね、レイドバトル、4人で協力するバトルをやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じでね、やばい髪型になりましたね。でこれちょっとこんな感じでやって、はい、これ最後の段階で、もしこれで気づかなかったら、もう締めの時にちょっとすごいボリュームのやつをつけてネタバレしたいと思います。これね、ちょっとこうなった時がね、やばいって感じ。じゃあこれでいきたいと思います。メッソの方、メッソの方、メッソが寄ってね、リョウケンがサルノリの方の、なんかちょっとイケメンな感じのライトね。はい、じゃあ俺準備完了しますんで。はい、はい、オッケー、行くぞ。さあ、来ました。ついにマックスメイドバトルです。めっちゃ楽しみ。はい、大マックスするよ、ポケモンが。おーおーおー、うわー、うわー、すげー。うわー、でっかー。どうすんの、これ倒せんの、これ。やばいやばい、倒せんの、これ。倒せる気がしないよ。でかっ。お、大マックスパワーが集まったんで。うわー、でかい。嘘、これはできんのかな、これ。あ、いや、できないな、待って、これ。え、待って、私も止まってるんだけど。嘘、今度はもう、兄ちゃん。じゃあもう、ママやっちゃっていい？もうやっちゃっていいの？ダイマックス、ダイマックス、ダイマックス。おお、かっこいい。おお、マジで。なんだこれ。おお、おお、でっか。ボールまで良くなるんだ。うわ、何がだ。スローイング、後ろに、後ろに。スローイングだよ、後ろに。うわ、でっかい。いやいやいや、大丈夫これ。めっちゃでかいね。主人公逃げた方がいいんじゃないこれ。やばいやばい。こんな真ん中にあったら危ないわ、これ。やば。いや、まあでも効いてるよ、意外と。意外と効いてる。あ、本当だ。意外と効いてる、意外と効いてる。意外と効いてるよ。そう。さあ、こいつの。大魔。なんじゃこりゃ。大丈夫これ。すごいね。やばいね。なんちゅうバトルや。すごいね、迫力がすごい。迫力あるね。ダイアタック。あ、やばい、やばい。あ、メッソ、メッソ、下から。あ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。見失ってない、倒れてない、大丈夫。おー、よかった。よし。え、でも倒せそうじゃない。だってめっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。確かに。ね、わー、やばい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 。効いてる、効いてる。え、もう倒せそうだよ。やば、やった、やけど、やけど。これで切れる。はい、行こう。よし、すっげーだった。倒した、倒した。あ、え、あ、バルキが弱ってる。ゲットできるんですよ。え、こっから捕まえる。よし、よっしゃ、捕まるぜ。これ捕まんの。あ、ちゃんとボールを置けて、ボールも。あ、すごい、でっか。あ、捕まえる。よいしょ、下の画面いけるで。ほんとだ、ほんとだ。え、捕まる。うわ、でっか。でっか、ドラーンいったね。グラーン、グラーン。あー、なんだった。え、なんだい、逃げた。あー、どっ
った。マジか。あれ、こっち捕まえてもうた。え、嘘。え、捕まえた。捕まえちゃった。捕まえました。マルキー捕まえちゃった。みんなに捕まえてるとこ見せたかったのに。確かにね。今のがマックスレイドバトルということになります。いやめっちゃなんか興奮っていうか、ね、迫力すごかったね。迫力すごいね、今までのポケモンバトルでは考えられない、バトルでしたけれども、はい、皆さん、お母さんたちから何もらいましたか。あのキャンプセット。そう、キャンプセット、ね、ポケモンキャンプというものができちゃいます。マックス、いや、ポケモンキャンプ。あ、それが、はい、ポケモンキャンプがあるんだ。あるんですけれども、これを持つことによって、あ、今広げましたね。はい、こうやって捕まえたポケモンと触れ合うことができる。なんだそれ。キャンプ。メッソン。メッソン。メッソン。誰か来て。あ、来た。メッソン。メッソン。おいで。気づいた気づいた。メッソンおいで。で、これ。おお。怒ってる。怒ってる。怒ってる。おお。違う。じゃれ合ってる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 。これはじゃれ合ってる。いいですね。じゃれ合ってる。ポンプ出てた。いいです。そう。じゃれ合ってるんです。これは。これで、まあ、手に入れた食材とか木の実とかで料理を作れたりします。さっきのあのバトルでも木の実手に入れたりね。そうなんですよ。そういうところで、まあ、カレーを作ることができる。すごいすごい、はい、そんなのあるんだ。そう。え、おぉー、はい、スタート。え、何これ。で、これでね、青いの、これで青いんですよ、こうやって。はい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 、青いで、よし。で、次混ぜる、混ぜる、混ぜるところでね、混ぜるところ、はい、はい、混ぜる、混ぜます。これは混ぜすぎてもダメ。え、だこれは大丈夫だと思いますけども、あんまりこう、あ、真心込めてるって。よし、よ、タイミング押すと、あ、おお、どう、おお、あ、ちょっと遅かった今。これみんな食べんの。そう、みんな食べます。でかっ。でかいな、本当に。思い出すのがでかかった。辛口カレー、でき、あ、やばいかも。え、黒いのが、ちょっとやばいかも。キラキラじゃない。やばいかも。大丈夫。やばいかも、これ。お、あやっちまいました。まずい感じだね。やっちまいましたね。ドガーっていう美味しさ。結構ダメなんだろうね。まあでも HP 少し回復しました。で、経験値ももらえるんですよ。面白い。じゃあ頑張っていいカレーを作るっていう。そうですね。ということで、こうやってね、ポケモンたちと触れ合うことができるということで。すごい、こんな機能もあんだね。そうで、キャンプ終了すると経験値がこうやってもらえます。はい、ということで、あのレイドバトル、あの4人の協力バトルが終わりました。いや、気づいてたのかな、わかんないけど、結構こうプルプルしてたけどね、みんなね、何も突っ込まれなかったので、もう最後、もう締めなのでね、このアフロかぶってネタバレしたいと思います。こんな感じで、もうね、このままちょっと、もう反応、今ちょっとカメラもしかして止めてるかもしれないから、このまま行ってもうネタバレしたいと思います。 GO!いきなり、どうした？なんか、何がおかしいですか、私。いや、髪の毛。いや、髪の毛どうなってますか。まあ、ちょっと爆発してる。ダイマックスになってる。巨大化してるんです。そうです、すごい。ダイマックスリッチャー。ということで、ちょっと回してもいい？回してる今。回してないです。回してないです、はい。ダイマックスリッチャー。はい、ということで、ポケットモンスターソードシールドをプレイ中に、私の髪の毛の量がだんだん増えて、頭が巨大化してたら気づくのかどうか、ドッキリ。いや、なんかね、今、いっちゃんね、この辺から、なんか髪の毛増えていってなんか思ってたんやけど。これ、そう、これの前でこうね。あ、それ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 。ほんと、あと、実は前髪もね。え、どういうこと？あ、うわっ、うわっ、うわっ、どういうこと？え、マジで？だから、最初にトイレ行ってたでしょ。なんかさ、いつもと髪型違うなと思って。あ、そう、思ったの。でもこれ、ちょっとずつ増えてたから、最初前髪があって、そうだった。次こっち増えて、おい、次こっち。だからちょこ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 出てたんだ。いや、俺はさ、ここだからいいけど、気づかんかったの。気づいてたんやけど。気づいてたんかい。ただ、なんやろうなって思う。ドッキリでした。わーい、わーい。皆さん、ダイマックスポケモン4人でね、対戦しましたけれども、どうでしたか。めちゃくちゃ楽しかった。楽しかったよ、ほんとに。で、これね、僕もびっくりしたんですけど、実はね、前作のレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイあったじゃない。あれをプレイしていたら、
このソードシールドで特別なピカチュウとイーブイどちらかが当たるらしいんですよ。マジで？そうなの？すごくない？すごい。やってるよね。うん、やってる。だから俺ら手に入れれると。マジか。そう、やった。ちょっとイーブイが手に入れるということで、いいな。皆さんレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイしてたらもらえます。おー、はい、もらってくださいぜひ。ということで、こちらのね、ポケットモンスターソードシールドの詳細はですね、概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてください、はい、それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。